はい、信長の野望 3DS 版プレイしております。現在1558年8月となっております。信長率いる第一軍がですね、ここ九州の橘山城に入ったところでございます。一応簡単に全体情報、その他の目標で見ておきましょう。ですね、現在は中国統一に取り組んでおりまして、残すは鳥取城のみという状態まで持ち込みました。期間が3年、61年5月までということなので、なんとか目標達成の目処はついてきた段階でございます。それじゃあですね、まずちょっと前線の様子をいろいろ内省しながら見ていきたいなと思います。早速行きましょう。早速この九州のお城なんですけども、まあ何と言いますか、これからね、おそらく九州統一に向けても動かなきゃいけないので、まあ、それに向けての足がかりとしてこの段階で攻略した次第なんですけども、どうしますかね。まずはね、拠点となるべくしっかり鍛えておきたいなと思います。村が2つあってもいいですかね。意外と狭いな。早いな、一瞬で終わった。あとはまあ残すメンバーで建設もやっておきますか。まあ治水ですかね。一応この辺洪水多そうですもんね。さらに残すメンバーで回収と OK。 これでちょっとメドがつきましたかね。じゃあ続いて他の中国地方を見ていきたいと思います。高峰城は現在ね、内政をちまちま行いつつ、後ろからこういう前線の城のバックアップという形で調略をかける武将が滞在しております。ガスタント太城はですね、とりあえず平定しましたので、今ここからの部隊が、松平部隊が鳥取城に迫っている状態です。おそらく来月あたりで戦いを挑めるのではないかという感じですね。この辺ももう内政に勤しんでおりますので、まあ、比較的平和な状態を保っておりますね。さて、これね、やっとくか。道作りを作ってればいいかな。はい、一方東側なんですけども、増山城まで勢力を伸ばしております。ここもね、これから多分ね、北そして関東に向けて動かなきゃいけないので、ここを基盤とするべく、やはりちょっと内政をしっかりしておきたいなと思います。ここはですね、できれば軍事拠点としても考えたいけど、まずは町づくりですかね。村も残しといて、あとはできれば田畑はたくさん作って、村はいらないな。こっち側ですね、村作るとしたら。できるだけ多くの田畑を作ろう。そんな感じですかね。ここあれかな、応募はできないってことは、こちらね、こんな感じですかね。この辺でしばらく様子見たいと思います。さらに大胆に建設部隊も派遣しまして、
最終と OK です。浪人はね何人かいるんですけど相変わらず攻め落とした国の武士、ね、配下にはなってくれないということでしばらく放置しておきたいと思います。おー秋です。間に合わなかったな。秋までに鳥取城攻めたかったっすね。残念、一月間に合わなかったしょ。さてと引き続き内政です。とにかく信長残しとくか。さんと来たも残して、こっちですかね。しっかり作り上げましょう。OK。さてと、少し余力が出たので、この辺で次に向けて調略もかけましょうか。ここですね。とりあえず仲間にできる人は片っ端から声をかけておきたいと思います。 OK です。隙あらば狙っていきますからね。うーん、こっちかな。ここも厄介ですからね。なかなかだよね。硬い。じわじわ削っていきましょうね。はい、それじゃあ一通り内政も見てきましたので動きたいと思います。鳥取城に張り付いた松平軍ですけども、できればそろそろ攻めたいところです。残念ながら秋までかかってしまったので敵の兵糧がちょっと復活しちゃいましたね。でこんな感じできっちり武将がいるんですよね。結構ね、これ、まあ、ちょっとやってみますか一発。怖い、めちゃくちゃ怖いよ。頼むよ。まあ、事前にねある程度の調略も入れてありますので。うわすごいマジか、結構怖いなこれ。で敵の城の防御が100ですから、そんな極端に高いわけじゃない。そんなことが狙えればワンチャンあるんじゃないでしょうか。あんまりこっち行きたくねえな、あと邪魔なんだよな。入り口も1個しかないですからね。さあ取り付くよ。硬い、やっぱり硬い。じゃあ仕掛けたいと思います。あんまり出てないっすね。 OK。ちゃんか、難しい。意外と兵力不足なんですよね。軍港が溜まってないですから、一人当たり多くの兵が持てないという。OK。ちょっと場所悪いかな。
い時しんどいな。もうちょい。なるほど。とりあえず開けときます。近い。いや、ちょっと待って。できるだけ兵を固めましょう。ちょっと気抜くと負けそうっすね。一方的にやられてんな。負けた。ふう、ちょっと様子見ましょう。場所は悪くないな。ここで陣取って粘ろう。あと2日ですよね。2日持てば。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。5級か。難しいっすね。いけるかな。いや、一度下がって騎馬でいきます。よし、じゃあ3。しに行くか。乗れるかな。無理だろうな。厳しいっすね。あと1日持ってくれ。いやー、もう一日タイミング遅らすべきだったかな。やばいね。中の部隊が引きつけてるくれてるうちに2の門に取り掛かりたい。開けます。よし。うわー、よりによって雨かい。いや、すっごい守り固い。これは厳しいか。いや、これ結構やばいな。ギリギリまで行く。強い。やられた。いやー、中の武将強いっすね、やっぱり。雨かー、きついなー。鉄砲が使えないっす。これはきつくなってきた。参ったなー。一門が破れません。退職濃厚。粘るしかない。いやー、雨勘弁だわ。晴れてくれ。晴れた、やばい。
感じ強いね。ここに穴を開けてとかなれば、厳しい。何もしないのに兵が減ってるからな、厳しいっすね。まだ身の毛にも取り付けなかった。いや厳しい、抑えたでしょう。よし、ここにもいるよね。すごい硬い。いやー硬いなやっちゃうな。800でしょ。強い。厳しい。いや動けないな。これはまずいぞ。敵のペースですよね。ここでどれだけ逆に言うと兵を、相手の兵を減らすかで考えなきゃいけないな。一回引いて突撃かます。厳しいよ。まだ門にもたどり着けないっす。やっぱり強いな。一人一人が強いっす。残りはわずかでしょ。いやー一回引くか、しょうがねえ。ここからさらに門を崩すかい。これはハードだな。厳しい。ギリギリまでは戦うか。ダメか。突破できれば勝利のチャンスあるんですが、これを突破するには相当きついぞこれ。もう200だもんね。柳生さんまでいますか。100万円までいるか。ウィズハンターまでいますか。いやー手ごわ、想像以上に手ごわいな。我慢。この部隊が次に100切ったら撤退だね。くーダメだ。いやすごい集中攻撃やばい。場所を作るしかない。一旦難しいな。詰めすぎた。一旦引きまして代わりの部隊を突っ込ませます。地道
硬いよ。めちゃくちゃ硬いっす。この舞台が行っても700の兵が待ってるんでしょ。もうちょい相手の士気が落ちれば。そのためにはどうする。あと34問。まず68を撤退。これも多分持たないので撤退。さて、行かなかった。あと2。最悪や。ダメだねこれ。マジで強い。松平を参ったな。今ので開かないかい。いやすっごいやられるこれ。開けますよ。頼みますよ。こんな時に雨かよ。頼りと牙が瀕死だな。これはきつい。桃地さんだよまでいる。最悪やこれ。ちょっと攻めきれなそう。少し引いたね。隙が出ましたよ。チャンス。よしよし、ここでカッコ撃破して敵の士気を奪っていきたい。ここ勝ってくれ。強い。硬い。元の武将が良すぎますよね。とりあえず退、いや退却だな。もう厳しい。引き込まれてる。351まで減ったかい。勢いで流れ込みましょう。あと2部隊制圧できれば右側の門が開いてますんで、多分ね士気の関係で押し切れる気はするんですが、落ち着いて1体1体倒していきましょう。かなりギリギリの線ですよこっちも。よし。いやいや硬い。桃地さんだよだっけあそこ。やばい、動けなくなった。うわ、桃地さんだよ。ツインテール、やばい、強い。粘ってくれ。いやー、こんなに手強いか。頼むよ。よし、三台を仕留めましたね。よかった。まあ、一日損したな。うぅ、もうちょい。やばい。
2人あと2体倒したいですね。ここ取るか、クルア取って、いやもうあと100しかいねえじゃん、参ったな。やるしかないな。でもこういくか、いやでもあっという間に集中攻撃でやられそうだな。でも行くしかない。徳川に無理やり引きつけるしかないですね、弓部隊を。敵の士気は落ちる一方、いけるいけるいける、さっさなりまさを前に。ちょい半蔵の前に総力戦です。東側のこのクルーは赤松さんが守っているクルーは落として、クルーじゃない、櫓か、櫓を落として、それで勝てればもうちょい、これ届くんじゃない、届かないか、もし届く、よし取った。もうちょいだよ、 OK。強いっすよ、ギリギリだよ、こっちも結構やばいですよ、ここを押さえるでしょ。これであとは鉄砲部隊で狙撃しまくる。あった、うわ危なかったいやギリギリの戦い、予想通り苦戦したな鳥取。山名陣が素晴らしかった。さあ果たしてどのぐらいの人が味方に、ああもう本願寺いい加減にしてさすがにないわ、ああもうしょうがねえな。山名家滅亡です。いやーなんとか鳥取取れましたね、よかった。ジジイはどうなるかとかと思いました。ふう、それじゃ生還したいと思います。竜造事件が揉めております。やりました、58年9月、中国統一です。だねえ、いいね、機嫌がいいね小田さん。お、いいですね。さあ続いてです、九州、関東、東北が残ってますね。一応他にもあるんですよ、妊娠上昇とか。
ドイツまであるんだ。なるほどね。国力上昇とかもあるんですね。なかなか面白いですね。人材確保。オッケーだと。ああなるほど。とアラジオこういうのもあるんですね。じゃあ今度はですね、九州統一ですね。これ狙っていきたいと思います。期間もね。さあ58年9月、立花屋町に集結。62年9月までに九州統一。お、大友家の城主が寝返りましたね。おお、続々と独立勢力が。いいですね。はいはいはい、来ましたよ。さて、それじゃあ九州地方の情勢を改めて見ていきたいと思います。現在は立花山城に織田軍の主力第一軍団が常駐しております。さて、あ、何、元春軍団が早速動いてますね。で、先ほどの流れだとここですね。寝返ってくれたので一つ城が取れたという状態ですね。はいはいはい、武将も2人いるんですか。あ、なるほど、はい、竜童寺さんまで加わってくれました。あ、これ少し楽になりましたね。なるほど、残す城は3つですかね、4つか、3つだ、三条ですかね。あ、四条だ。結構あるな。あの、ここに2つあるんだ。ってなると、狙いはまずここですかね。次、佐賀城。竜造寺家の大名が常駐する城ですね。あー、元成、うわー、安倍島さんもいる、甲斐総雲までいる、高本までいますか。マジか、これ熱いな。そうですね、四条はほっといて、もう本庄狙い撃ちですよね。こうなったらこっちだって。竜造寺家は今これ下、多分熊本城は相良家なんだな。ってことはここ一城ですもんね。そしたらここ叩いちゃえばかなり無力化するんじゃないかな。ここは大友か。ここちょっと厄介だな。ありました。それじゃあ目標はここ相良城ですね。ここにまずは焦点を絞りたいと思います。そしたら後方の国ですね、中国地方が安定しましたので、この辺から有力な武将を続々送りつけたいと思います。まずは当然第二軍団、これは一旦派遣で武将だけ送り込みたいと思います。全部で立花屋に集めるのはあんまり良くないかな。一旦高峰城に集結した上で軍団を結成して動いていきたいと思います。牛さん入りましたね。100万円食いぞんと。いいな。牛さんいいな。卵国久か。
67歳か。引退だね。じゃあこの辺を送り込みます。で、高峰城に武士や兵士を集めた上で軍団再結集したいと思います。というわけでちょっと輸送モードに入りたいと思います。はい、それじゃあ橘山城へ向けての輸送も整いましたので、今度は東側を見ておきたいと思います。さあ東側です。もうちょっとね、松山城の開発が落ち着いたら動きたいと思います。周りもね、比較的今落ち着いてるみたいなので、このまま静観したいと思います。攻撃か。お、来ましたね。はい、到着。あと4畳。了解です。はい、それじゃあですね、58年11月、九州へ攻略を進める段階で今回は一区切りしときたいと思います。とりあえず中国統一ということで、なんとか目標は達成できましたね。よかったです。お疲れ様でした。